どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画、いくさか、始めていきたいと思います。はい、えー、今回はですね、えー、カタールワールドカップが、えー、近づいてきまして、組み合わせも決まりまして、えー、そんな中ですね、 えー、日本代表の監督である森安監督に対しての、えー、批判みたいなのも相変わらずね、えー、たくさんあるという状況なんですが、まあ戦術とかね、えー、その辺の難しい話はさておきですね。まあその批判といいますか、まあ見てる人のこうフラストレーションがたまるという部分の一つに、この選手呼んでくれよとか、この選手が見たいのになんで使ってくれないんだっていう、えー、思いがあると思うんですよね。えー、その辺をですね、 じゃあ歴代の代表監督はどんな感じだったのかというのを、えー 主観でですね僕のあくままでで主観で、えー、ちょっっとと振り返っていいいきたいと思います、まあ、僕の感覚ですね、えー、そういうデータとか統計とかは、えー、全く無視してですね、実際その時き、まあ、リアルタイムでサッカーを応援してて、僕が感じたその主観で、えー、その肌感覚でですね、それをちょっと振り返りつつ、歴代監督、どんな人がいたのかというのも、えー、振り返ってですね、えー、その上で森保監督はどうなのかというような話をしていきたいと思います。えー、実はねその肌感覚みたいな のが大切な部分もあったりしま,してまああのー、過去のねデータとかそういうのを振り返ることはできますが実際見ててとかねその感じてることってまた別だったりもしますんでその辺の、えー、ことに重きを置いて話をしていきたいと思いますはいえー、こちらに書いたんですがえー、まあこれ J リーグ開幕以降ですね1993年に J リーグが開幕しましたんでそれ以降の代表監督まああのー、1試合だけとかねえー、代打で やったた監監督督は載せててないいいんですが、えー、正式にに就任した代表監督をこういう,ふうに書いております、まあ、なんで、僕がサッカーを見出した時から、今までと言えますね。まあ、僕が年齢的にね、えー、まあ、38歳なので、J リューグ開幕した時小学生でちょうどサッカーを見始めた時まさにその時が、オフトジャパン、オフト監督だったわけですから、えー、こっちから順番に監督の名前が書いてまして、その横に、え、ー 監督ををやっててた期間を書いてるんですが、えー、まずオフト監督、まあ、92年からなんだ J リーグ開幕前からなんですけど日本代表の監督になっておりまして、えー、日本代表史上初めての外国人監督オラ,ダンオランダ人の監督なんですけど。 まあ、あのサッカー好きな人だったら、ね、もちろん知ってると思いますけど92年から93年となってますが93年に、えー、アメリカワールドカップの予選最終予選まで駒を進めましてあと一歩というところで、えー、ドーハの悲劇ということでワールドカップ出場を逃したとそこまでの期間監督やってたのがオフト監督なんですけど、まあ、オフト監督はどうだったかと言いますと、あのーまあ、三浦和義選手 とかですねまね、あ、ラモスさんとか、当時のまあ中心選手、スーパースターをですね、こう、特別扱いしないという方針を打ち出してるような監督でもありました。まあ、それ以外には、こう、基礎的なね、まだまだこう、サッカーが根付いてない、まあ、プロがない時代ですから、もう基礎のとこからこう、教えたりっていうのもあったんですが、そんな中で、こう、スーパースターを特別扱いしないんだというふうな、えー、とことを打ち出してですね、ちょっとそれで、えー、まあ、よく言われてますけど、ラモスさんと揉めたりとかね、まあ、結局和解はするんですが、 そういうことがあったりするような、えー、タイプですね。分け隔てなく接するんだ。そこは差をつけないんだっていう、えー、方針がある監督でしたね。プラスですね、あのー、まあ、もともとオフト監督、オフトさんは、えー、日本のクラブで、えー、指揮をしてたんですが、そこの選手を連れてきてます。それが森保さんなんですね。えー、現在、日本代表監督の森保さんをオフト監督が抜擢してですね、日本代表に招集して、本当にこの、 まあ、サッカーファンでも、え、これ誰なのっていうぐらいの雰囲気の中、森保さんは、まあ、森保選手ですね、当時、しっかり代表に定着して、ボランチというものをね、こう、日本に広めていったみたいなところもありますから、まあ、そういった意味では、今、森保監督が言われてる、 なんかちょっと身内ビーキというか自分が知ってる選手を呼ぶなっていう面で言うと、まあオフト監督もそれをやって、まあどっちかというとこう成功したと言いますかね。それがきっかけで森保さんはこう全国区になっていった代表に定着していったというような経緯もあります。なのでまあタイプとしてはこうスーパースターは分け、 隔てなく、えー、いろんな選手とね、えー、そこを差別なく使うっていうところと、まあ、知ってる選手はも,もちろんね、自分のこうやりたいサッカーに落とし込む上で必要ですから、そういった選手は呼ぶというところもありますし、まあ、とはいえですね、まあ、日本のこう、まだ J リーグ開幕するしないの時期ですから、選手がたくさんいたわけでもないですし、えー、その難しいところもあるんですが、どちらかというとメンバーはこう固定して戦ってたかなというところはありますね。えー、結果ですね、最終予選直前に、当時左サイドバックをやってた津波さん、絶対的存在だった選手が怪我をして、 その穴がなかなか埋められず、最終予選ちょっと苦戦したというような背景もありますね。えー、続いて、オフト監督が辞めた後、ファルカン監督になったんですが、えー、ここにある通り94年としか書いてないですが、本当にえ短い期間だけの監督になってしまいましたね。えー、まあファルカンさんというのはブラジルの英雄なんですが、えー、まあ日本に来てですね、まあ、ファルカンさんは結構ね、 いろんな選手を呼んでたというか、自分好みの選手を呼んであ、この人呼ぶんだ、この人呼ぶんだっていう人を呼ぶタイプの監督でしたね。えー、当時、平塚ベルマールの選手ですとか、ベルマール平塚の選手ですとか、まあ、ガンバの選手とかこう呼んだりとか、まあ、こんな人代表呼ぶんだとか、まあ、今になって振り返ると、ワルカン時代にだけこう代表経験してるっていう選手もたくさんいたりすると思いますんで、まあそういった感じでしたかね。ただその分若手もこう積極的に起用してたんで、若手がこうそこから出てきたっていうようなところもあるんで、まあ、 そういう意味では見ててワクワクする部分もあったかなというふうに感じます。ただ、えー、成績が出せなかったということで変わりまして、その後、鴨監督、えー、94年から97年となってますが、えー、97年のフランスワールドカップ最終予選の途中まで鴨監督がやってましたね。加、え、茂、ーまあ、監督はこう日本の、えー、日本リーグ時代からね、指導者としていろんな成績を残している名将なんですが、 鴨監督はね本当に一番こう見たい選手を呼んでくれてたなっていう印象はありますかねっていうのも当時は海外でプレーする選手も基本いなかったですから J リーグでの評価だけなんで J リーグで結果出してる人はみんな呼んでほしいってなるしそれをこう呼んでくれるっていうような監督でしたね、えー、なんでそこでね中田英寿さんとか、うん、まあ七海さんとかもそうなんですけどあとまあ西澤さんとかね当時若手だった人若手だった選手を積極的に起用して なんかこう盛り上がったなっていうイメージありますし、えー、例えば当時名古屋のね、森山選手、めちゃくちゃあのスーパーサーブで、まあ、後半途中から出場してきて点を決めるみたいな選手がいたんですけど、その選手もね、途中出場で出てる選手ですけど、代表にこう呼んだりですね、見たい時に見たい選手を呼んでくれるなっていうイメージはありましたね。そう考えたら森安さんはですね、今こういろんなリーグ、海外のリーグでプレーしてる選手が多いわけですから、そこの難しさはありますよね。じゃあ、 ベルギーで結果出してる。えー、スコットランドリーグで結果出してる。もちろん海外で、海外のリーグで結果出すっていうのは素晴らしいことです。生活環境も違いますし、いろんな国の選手もいる中、レベルももちろんね、いろんなレベルがあったりしますが、それが海外でやってるから一概にすごいとはもちろん言えません。J リーグだってレベル高いですし、海外でやってるからすごいんだ、海外で点取ってるからすごいんだっていうふうには、一概にはなかなか言えないので、その辺で見てる人とのこう、フラストレーションがね、溜まりやすかったりする部分はあるかなと思います。もちろんスペイン、 とかね、イングランドとかセリアとかで信じられないぐらい活躍してるんだったらもう呼ばない理由はないと思いますけどその辺は 海外でやってるから、海外で点取ってるからっていうだけで簡単に決めるっていうことにもならないんじゃないかなというふうに思います。なので、加茂監督はいろんな人を呼んでくれる監督でしたね。えー、続きまして、その鴨監督が、えー、更迭されてですね、急遽コーチだった、えー、岡田さんがですね、監督になる、まあ、岡ちゃんですね、えー、第1次岡田監督時代なんですが、えー、まあ、 ねえ、岡田さんはコーチだったんで、その時は選手とね、監督を繋ぐ、こう、兄貴的存在だったみたいなんですが、まあ監督になってからそこをこう、線を引いてっていうようにしてたんですが、なかなかそれね、まあ岡田監督も、岡田さんも当時まだ若いですし、難しいところはあったと思いますが、どちらかというとやっぱね、規律をこう、文じて、えー、まあ選手も特別扱いしないし、戦う選手を、こう、気持ちのしっかりある選手を、 残すんだっていう風な感じはありましたね、えー、岡田監督になった瞬間、ちょっとこうやる気が見えなかった人はもう外したりとかですね、まあ一番ね、あのー、皆さんの印象にあるのはワールドカップ直前に、えー、三浦和良選手とか、えー、北澤さんを外すみたいなこともありましたけど、まあ自分のこう信念のもとにね、選手を選ぶっていうような、え監督だったと思います。まあそれが第一次岡田監督ですね。まああのー 最終予選の途中からワールドカップまでなんで、この時の、えー、岡田ジャパンがめちゃくちゃ長いというかといえばそういうわけではないんですけどね。えー、その後、トルシエ監督ですね。98年から2002年。まあ4年間、えー、がっつりですね。ワールドカップの期間4年間がっつり監督してたんですけど、トルシエ監督は、えー、ユースと、えー、オリンピック代表。この3世代全部の監督をしてましたから、そういう意味でこう若手をねこう、幅広く見てたので、 うん、そこはねこう、メリットだったかなというような気はしますね。そこを中で、その中で活躍した選手を A 代表にこう呼ぶみたいなこともありましたんで、トルシエ監督の時も、選手選考に関しては、すごいワクワクする展開が多かったなというような気がしますね。なんか、調子が悪かったり、おい、この選手どうなんだっていう人は、えー、躊躇なく外したりとかですね。まあ、あの、賛否両論あったりとかですね、マスコミとこう、なかなかバトルしてたりとかするね、えー、派手な監督でもありましたけど、その辺は結構、 選手選考に関してはね、結構良かったなっていうような気はしておりますね。えー、コパアメリカにね、えー、オリンピック代表で活躍してた吉原選手をね、招集したりとか、うわー、見たいなっていう人をこう入れてくれるっていう感じはありましたね。えー、さっき言った通りね、はず、ワールドカップ直前に外れてた三浦和義選手をこう、調子がいい時は呼んだりとかですね、使ったりとかもしてましたし、まあ、最後の最後ね、ワールドカップのメンバー、これも賛否ありますが、えー 中山さんとかね、秋田さんを入れたりして、こう、チームを一つにするんだっていうこともありますし、まあ、自国開催とはいえね、決勝トーナメントに初めて導いたわけですし、まあ、そういう意味では、良くも悪くも、こう、話題になり続けた人なんで、まあ、選手選考は割と楽しい感じだったかなという気がしますね。えー、続きまして、ジーコ。ジーコジャパンなんですけど、まあ、ジーコはね、えー、言わずもがな、もう、サッカー界ではね、えー、英雄中の英雄なんですが、えー、まあ、選手選考に関しては割とこう、 どっちかというと凝り固まってる感じかなっていうところはありましたね。この辺の時期ぐらいからね、海外組と言われる海外のリーグでプレーする選手、日本人も増えてきましたんで、その人たちがこう、スタメンを固めててですね、国内で結果を出してる人たちがサブにもあって、そこでちょっとこう、その間の、 競争とかがうまくいかないかなというような感じは見受けられましたし、結果ですね、まあ、史上最強のチームと言われたんですが、2006年のドイツワールドカップでは結果を残せず、グループリーグ敗退いということになってしまいました。えー、もう人間的にはね、素晴らしい方というのは間違いないんですが、やっぱりこう、チームを一つにするというところではちょっと、うん、なかなかうまくマネジメントできなかったのかなというようなところはありますね。まあ、選手選考に関しても、うん、うん、そうかっていう、うーん、まあ、 ただ初期に関しては、鹿島のね、えー、自分がいた鹿島の選手を割と呼んでたりもしたんですが、まあそこからこう巻きが続くと一気にパッって変えたりとか、そういう面はありましたかね。えー、ただその後、ー海外組と言われる人たちがこう出てくると、その人たちにどうしても固まっちゃうかなというようなところはありましたかね。当時はそれも夢があったんですけどね、なかなか一緒にピッチに出る人な、 出ることがなかった人たちが一同にピッチに出るとか夢あったんですが、まあ、結果だけで言うと、えー、一つにはまとまらなかったかなというところでございます、えー、その後オシム監督ですね2006年から2007年、えーまあ、あの病気になってしまってね、途中での監督交代ということになってしまったんですが、まあ、当時ね、ジェフで再配、えー、を振るっておりましてもう名称だしね、楽しいサッカーしてくれるし低迷してたジェフをこう、ね、強豪に 押し上げたという手段もありますし、まあ、もちろんその前にね旧優吾の監督やったりとか、まあ、世界的な目で見ても名将なんで、まあ、僕ももちろんオシム監督大好きですし、えー、大好きだという人もたくさんいてですねすごい評価してる方多いと思いますがちょっとなんかやみくもに神格化してるのも良くないなと言いますか選手選考に関してはまさに今森保監督が言われてるようにジェフの選手をたくさん起用してずっと起用してましたから正直僕としてはまたかみたいな。 のはなるぐらいジェフの選手を起用してましたもちろんそれは大事なことですし 特にね、オシム監督の練習ってなんか複雑だったりとか、まあ、戦術を落とし込む上でもそういう人は必要だったりするんで、オシム監督が4年間やってたら、それがこう浸透してどうなったのかなっていう楽しみもありますけど、もう在任期間中はずっとこう、ジェフの選手、えー、羽生選手とか山岸選手とかを、まあ、こうメンバーに入れてですね、えー、ジェフでやってたサッカーを、まあ、こうみんなにこう伝えていくんだ、体現していくんだっていうようなところはありましたね。えー、まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、森保さんがじゃあサンフレッチの時押した選手を呼ぶとか、えー、まあ、その選手が、 どんな結果を出してるかとか、今どういうコンディションかとか、いざ試合でどういう結果を出すかに関しての批判はしょうがないと思いますけど、ただ呼んでるからっていうので言えば、呼んでる人はもうたくさんいますから、そこだけで言わないようにした方がいいですね。えそして、えー、吉村監督の後に、えー、第二次、岡田監督時代になるわけですね。えー、困った時のおっかちゃんというようなね、言葉もある通り、またここで、えー、岡田監督が登板してくるわけですが、 あのー、まあこれだから岡田監督が2007年から2010年のワールドカップまでやるんですけど まあ今ほどこうね SNS があったりとか YouTube でこうなんか解説みたいなのとかを誰でもできた時代じゃないんで、もしあったら今の森保監督の日じゃないぐらい叩かれてたでしょうね。それぐらいもう常にフラストレーションみんな溜まってましたし、批判もあったし、まあ実際会理のための署名運動とかもあるぐらい、とんでもない、えー、感じるようになってましたね。えー、だからそれを経てね、えー、岡田さんも今森保監督にこう熱いメッセージを送ったりしてるんだと思いますけど、 まあメンバー選考に関して言うと、割とこう自分がちゃんと見てね、いい選手は若手でもどんどん使っていくというようなタイプでしたし、最後の最後ね、ワールドカップ直前には、それでいうと、オーシム監督から変わったとき、最初ちょっと気を使ってるような感じはありましたけど、あるときから腹くくって自分の好きなメンバーでいくようになったような気もしますし、ワールドカップ直前にはですね、もう思い切って、とにかく決勝トーナメントに行くんだという強い意志のもとですね、自分がや こうやるべきサッカーやる選手を当てはめてですね。 今までのサッカーを覆してでもしっかりとしたメンバー、自分の意志を、強い意志を持ってメンバーを選ぶなというところが、まあ岡田監督の特徴かなというふうに思いますね。まあ結果決勝トーナメントに行ってね、岡ちゃんごめんねみたいなこともありましたけど、今回ね、森保監督がじゃあ結果を出したらですね、森保監督ごめんねみたいになるのかどうか、ちょっとそこら辺もわかりませんけど、見事結果で、えー、結果を見せたというような感じですね。まあ批判はとにかく多かったですが、まあ僕は、えー、岡田監督めちゃくちゃ名称だと思いますし、やっぱり結果を出すためにはそういう判断必要な なのかなというふうに思います。 え続きまして、えー、ザッケローニ監督。2010年から2014年まで。あザッケローニ監督も4年間、ワールドカップとワールドカップの間の4年間しっかり、えー、指揮を取った監督ですね。まあ、ザックジャパンと呼ばれてたこの時なんですけど、メンバーも素晴らしかったですし、ただね、えー、最強チームと呼ばれてた、また最強チームと呼ばれてたのかってありますけど、最強チームと呼ばれてた2014年のブラジルワールドカップは、えー、グループリーグ敗退してしまうという、最後の最後、こう結果が出なかったなというような感じはしますね。 と言いますか応援されてる感じもありましたけど、最後のねやっぱコンディション調整のとことかもありますし、あとはやっぱりこのワールドカップ本番でちょっとバタバタしてしまったかなというようなところはあります、そう見ると、ですねやっぱワールドカップを経験している監督っていうのは、ちょっとワールドカップ本番も強いなっていうところはあるんですよね。こう見るとですね、えー、まあ 最初の岡田監督はもちろんワールドカップ経験してないわけですから、グループリーガいたい。で、トルシーはですね、別の国でワールドカップも再配したことありましたんで、ワールドカップがどういうものかっていうのをなんとなく分かってたっていうのもあって、決勝トーナメントった。ジーコはまあ監督としてはワールドカップ経験してなかったっていうのもありますよね。で、えー、2回目の岡田監督はワールドカップここで経験してるわけですから、それもあって、やっぱ大胆なメンバー変更とかもしつつ、えー、決勝トーナメント進出を見事導いたなっていうところがありますね。で、ザッケローニ監督は、クラブレベルでは いいっぱい結果出してるんですけど代表監督というのは経験がなかったのでワールドカップの経験もなかったのでその辺もあってえちょっとバタバタして「おいおい何で急にこんなことするんだ」みたいな感じには最後なって。 ちゃいましたかねただ、えー、メンバーもね当時こうグッと世界で戦える選手が出てきたりしてましたし強豪クラブに移籍する選手が出てきたりしてサッカー界的にはね日本サッカー界的にはこう盛り上がってましたしそういう選手を呼んでですねそういう選手が代表で結果を出すっていうのはすごい見応えがありましたねこう若手を使うというよりはこう伸びてきてる選手を使ってその選手が見事結果を出してっていう意味ではすごい盛り上がってましたねそこら辺がガチッとはまってたなというような、えー、時代でもありますね。 はい、その次、アギーレ監督。アギーレ監督になって、こう、ワクワクしたんですが、えー、アギレ監督はですね、前に所属してたクラブでの八尾町疑惑があって、もう比較的すぐに監督を交代させられて、交代することになってしまったので、ちょっとどういう感じになるかっていうとこが見えないまま終わったかなっていうとこはありますね。正直こう、序盤の方なんで、やっぱり前の代表チームをそのまま継続してやるっていうのが基本サンにはなるので、ちょっとまだ、その色が見えない状態だったか、のまま、 変わっっちゃったかなないうようよ気がしますね、えー、続きまして、ハリル・オジッチ。えー、アギーレの後、ハリル・オジッチ。ハリル・ジャパンと言われてましたけど、えー、まあ、ハリル・オジッチ監督は、割とこう、いろんな選手を柔軟に呼んでたかなというような気がしますね。中島選手をこう、使ったりだとかですね。結構、若手も柔軟に呼んでたような気がしますが、 まあ最終的にね監督ワールドカップ直前に変えられてしまうというところの原因とも言われているやっぱこうチームとして一つになれなかったというところがあるんでまあ外国人の監督ということもありますけどまあ僕らが分かんない部分でのねコミュニケーションとかに こうちょっと難しさがあったのかなとそこでチームを一つにできなかったのかなというような気はしますねまあやりたいサッカーと日本人に合ってるサッカーが日本人がこうやれるねやりたいサッカーがどこまで合ってたのかとかまあ選手がやりたいこととかその辺のズレがなんとなくあったのかなというような気はしておりますね選手選考は割と本当に、えー、まあ忖度なしって言ったら全部そうなんですけど、えー、思い切ったね自分が呼びたい選手を呼んでるなっていう感じはありましたねまあその辺は結構ワクワクしました そして直前に変わったのが西野監督ですね。えー 2018年のロシアワールドカップを指揮した西野監督。まあ、西野監督はもう直前の登板だったんで、もうワールドカップに向けてというところだけだったんですけど、まあそれこそ西野監督もね、J リーグで監督やってましたから、その時のこう教え子の選手を入れたりとかですね、まあハリルからするとどっちかというと手堅いメンバーだなというようなメンバーで、えー、ワールドカップに臨みましたね。たださっき言ったようにね、ワールドカップを経験してたわけではないですが、西野監督は、えー、ここでね、決勝トーナメント進出という結果を出し ハリルを変えた時に何なんだよとかね、えー、いろんな批判はありましたけど、そこは結果で抑え込んだかなというようなところではあります。まあ、短い期間だったんでね、えー、ちょっとスクランブル的な登板だったんで、まあ、西野監督がどんな選手を呼んでというよりは、もうチームをこう一つにまとめて、士気を高めて、えー、戦った、チーム一丸となって戦ったかなというところですね、まあ、本田選手とかがですね、ああいったベテランの選手がベンチにいながらもチームを一つにまとめたというのは非常に大きかったんじゃないでしょうかね。まあ、そこら辺のコントロールが西野監督 にはでできたと言っていいいんじゃないでしょうかねそれから,だからもう何度も言ってますけどチームが一つになるのが一番ですからね、えー、そしてその後が森保監督、えー、18年から、えー、現代もずっとやってるんですが、まあ、森保監督もオリンピック代表とこう兼任したりとかですね、えー、呼んでる選手はめちゃくちゃいますからなんかいろんなこと言う人はいますがいろんな選手を呼んでるようなタイプの監督ではありますあとはですねやっぱりこううまくね バシッとこう、会見とか、みんなの前でかっこいいこととか言ってですね、え尖っててもいいですから、そういうとこ見して、もうちょっとこう、カリスマ的なね、魅力があればもっと応援されるような監督になるんじゃないかなと思いますし、グループリーグの組み合わせ決まって、え大変な組にはなりましたけど、やってくれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、見てる限り、こう、チームはね、一つになって、 まあ当然ね、じゃあ森保監督のことを、じゃあ仮にですよ、悪く言ってるような選手とか、えー、そういう反乱するような選手がいるんなら呼ぶ必要はないと思いますし、ここはもうチームを一つにしてですね、まあそういった選手が仮にいたとして、その選手をちゃんと説得できて、まあ最初聞いたね、ラモスさんとか実際そういうことあったわけですから、一つになれるんであれば全然もちろん問題ないと思いますが、その辺はもう,こう本人がやりたいように、とにかくチームを一つにしてですね、えー、キャンプ地とか直前の親善試合とか、すべて含めて最高のコンディションで戦ってほしいなと思いますし、そこは 我々も応援していきたいと思います、えー、まあ、だから何が言いたいんだっていうことはないんですけどなんとなく僕が代表日本代表を見てきた感じはこんな感じでしたよというのをざザザと紹介させていただきました、えー、皆さんはどの監督が好きだったとかねなんか思い出とかあったらコメント欄ぜひ書いていただけたらなという風に思いますということで最後まで見てくださってありがとうございましたチャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いしますそれではまた何かしらの動画でお会いしましょうありがとうございましたさよなら